今から政府開発援助等及び沖縄北方問題に関する特別委員会を開会いたします委員の異動について報告いたします昨日までに宮口春子君塩村綾香君和田正宗君有村春子君佐藤正久君及び徳永恵理君が委任を受任されその補欠として石川大賀君吉田忠友君山本純三君清水正人君竹内勲君及び 森本慎二君が選任されました政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします政府開発援助等及び沖縄北方問題対策樹立に関する調査のため本日の委員会に理事会協議のとおり内閣府大臣官房審議官餅月明雄君ほか15名を政府参考人として出席を求め その説明を聴取することにご異議ございませんかご異議ないと認め、作用を決定いたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。政府開発援助等および沖縄北方問題対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、独立行政法人国際協力機構理事、中村俊之君、 を参考人として出席を求めることにご異議ございませんかご異議ないと認め作用を決定いたします政府開発援助等及び沖縄北方問題対策樹立に関する調査を議題とし政府開発援助等の基本方針に関する件及び沖縄及び北方問題に関しての基本施策に関する件について質疑を行います 質疑のある方は、順次、ご発言願います。<上>